どうも、ゆうチャンネルのゆうです。本日は、ようやく出ましたね。東京リベンジャーズから、久々の竹道、花垣竹道のフィギュアですね。こちらの方と、鬼滅の刃からですね、玉代さんのですね、フィギュア。こちらの方で出ましたので、こちらの方獲得していきたいと思いますね。こちらで絶対沼ってでもちょっと取っていきたいと思いますね。そしたらやっていきたいと思います。はい、そしたらまずですね、竹道、東京リベンジャーズですね。こちらのフィギュアやっていきたいと思います。一番隊隊長ですね。竹道。やっていきたいと思います。そしたらとりあえず右奥ですね。縦はめに持っていきたいので、とりあえず右奥からスタートです。いけ！おー、いいですね。動きいいですね。そしたら、左奥ですね、次。まあ、縦はめの要領で、まあ、順当に進んでいきましょうかね。いけ！あまり！おー、しょしょ、もう次でハマりそうですね。そしたら、右奥ですね、やっていきましょうかね。順当にハマるとは思うんですけど。あー、バーに当たったけど、まあ、いけるでしょ？いけるでしょ？よしよしよし、いいですね、いいですね。そして、斜めはめ。こうなったんで、とりあえず、後ろ切り。持っていけよ。あ、でもちょっと待ってね。肘がちょっとやばいぞ、これ。やばいやばいやばい。あー、マジかマジか。いやいやいや。まあ、こうなったので、とりあえずですね、回していくというよりは、元に戻していくような感じで、後ろですね、ちょっと、左奥ですね。倒していきたい。よしよしよし。わあ、ちょっと回りすぎちゃう、これ、ちょっと。ちょっと、回りすぎましたけど、一旦ですね、左爪でやろうかな。右がちょっとなんか微妙な感じするんで、重心も分かってないんでね、とりあえず。おお、マジか。とりあえず、まあ、乗ったけど、まあ、これははめていくかな。右横でですね、はめていきましょう。戻ってくればいいんですけど、おー、来た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 、オッケー、いいですね。これは来ましたね。そしたら奥ちょっと注意しながら回していけるか。あー、ちょっと待って、後ろすぎた。ちょっと日和りましたね。まあ、ちょっと回ったので、まあ、順当に縦はめの要領で進めていきましょうかね。奥ですね、右奥。さあ、持っていけ、いけ、よし、おー、いいですね、いいですね。こうなったので、とりあえず、そしたら、まあ、あんまり使わないんですけど、手前ですね。上げて、ずりずりと、後ろへね、送っていきたい。持ってけ、持ってけ、あー、まあ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 、とりあえず、もう一回やってみます。とりあえず、もう一回やってみて、無理やったら、ちょっと考えますわ。さあ、もうここで角を持っての、あー、マジですか。そしたらちょい後ろで真ん中ぐらいをさっきの要領でやっていきます。これで後ろに持ってってくれればいいんですけど、よしよしよっしゃ、オッケー、よっけよっけ、よかった、マジでよかった。今のも決まったのでよかったです。そしたらですね、東京リベンジャーズ花垣竹道、こちらのフィギュアですね、ゲットです。そしたら次ですね、玉代さんやってきまーす。はい、そしたら次ですね、鬼滅の刃から玉代さん。ユシロウが大好きな玉代さんですね。そしたらまあ、こちらもね、縦はめで進めていけんで、左奥からやってきます。おー、いいですね、いいですね。そしたら次、右奥。まあ、こういう形でね、まあ、縦はめ要領で進めていきたいと思いますね。さあ、持っていけよ、持っていけよ。持っていけ！いや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 、ちょっと。右爪強いですね。そしたら一旦上げてみますか。奥に上げていけるかどうかちょっと試します。さあ、いけ！いけ！あー、そうですか。なんか、感じ的には奥へ行っとるでちょっと上がれづらいかなって感じするんですけど、もう一回やってみます。あー、ダメですね。そしたらですね、逆に今度手前の側へちょっとね、上げていけるかどうかですね。やっていきます。さあ、持っていけよ、持っていけよ。よし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 、オッケー、いいですね、いいですね、いいですね。オッケー、こうなったんで、とりあえず一回ぶっ刺ししてみようかな。
はいで、ね、よしよしオッケーオッケー、いいですよ。こっからこっから次の次次次次よ。おお、いいですねいいですね、これはいいね。そうしたらさっきの東京リベンジャーズの竹道と同じような感じでちょっと上げていきます。上がるかどうかちょっとやってみんとわからんですけど、あーちょっと微妙ですねこっちに関しては。そうしたらこっちはもう縦はめでいくか。そしたら右奥でちょっとやっていきます。まあ動くかどうか、ここで動け動け、あー若干か。そしたらもう一発やろうか。ここでちょっとの動きがあれば持ってけ、よしよしよし、オッケーオッケー、ちょい動いたな左側でね。そしたらもう一発ですねやってみて、まあ、さ結構寄せてみます、右爪をね。さあここでよしよしよし、オッケーオッケー、そこまで沼りませんでしたね、よかったマジで。そしたらですね、鬼滅の刃玉代さんのフィギュアですね、こちらのゲットです。そしたらうちに帰りたいと思います。いやー、このレディレちゃん欲しいですねまあちょっと余談になりましたけど、そしたらですね、本日は鬼滅の刃の玉代さんのフィギュアですね、こちらの方と東京リベンジャーズのですね花垣竹道、こちらのフィギュアですねゲットいたしましたので、うちに帰って開封の方ですねしていきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、そしたらね、うちに帰ってきました。そしたら東京リベンジャーズの花垣竹道一番大隊長ですね、そしてですね、鬼滅の刃の玉代さん、こちらのフィギュアですね開封の方していきたいと思います。まずね、竹道こちらの方ね上開けていきたいと思います。開封の方ですね開けていきました。なんですかこの全然固定されてないの、これ部品壊れるぞいやこれは重心不明なはずですね、これは分からんわそしたらですね、次玉代さんの方ですね上開けていきたいと思います。はい、目の方ですね開けていきました。まあ玉代さんの方はね全然ね普通に固定されておりますでですね、重心の方はですね箱の持って上かなって感じですね、まあ、こういう形でね置かれとったので上に重心があったのかなって感じですね。そしたらですね、花垣竹道こちらの方ですね出していきたいと思います。はい、竹道ですねこちらの方を出していきました。いやいやいや、これね制服とね特服で全然違いますね、かっこよさが。いやいいですね、このね袋越しでもわかるんですけど、このシワってしょる服の感じいいですよね。そしたら次ですね、玉代さんの方ですね出していきたいと思います。はい、玉代さんの方ですね出していきました。いやいやいや、この着物めっちゃ綺麗ですね、袋越しの方で見ても。いやいいですね。そしたらですね、こちらの2体組み立ての方ですねしていきたいと思います。はい、そしたらですね、こちら2体組み立ての方完成いたしました。いやいやいや、玉代さんこれめちゃくちゃいいですね着物。いやいやいや、すごいクオリティーっすね。そしたらですね、まず竹道の方からですねちょっと見ていきたいんですけど、いやいやいいですね、かっこいい、凛々しいっすね、なんか前のフィギュアに比べたらすごい、このシワ感がめちゃくちゃいいですね。いやいいですね。でね、横にはね一番大隊長っていうね、感じで書いてあったんで。で、玉代さん、めちゃくちゃ綺麗ですね。で、後ろなんですけど、後ろも結構ね、綺麗な感じになっておりますね。いや、これはいいですね。いや、撮ってよかったな、という感じになっておりますね。皆さん撮りましょうね、こういうフィギュアはね。そしたらですね、本日の動画はこれで終了したいと思います。少しでもよかったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメント、よろしくお願いします。